ランチパック、ピーナッツ、137円。1984年発売開始。耳を切り落とした柔らかい食パンを、袋状にして、具を閉じ込めたサンドイッチです。空気で内側からピン、と、張った包装により、パンが潰れないよう工夫してあります。ランチパックに使われる食パンは、独自に開発した専用の食パンを使用しています。パン生地のキメが細かく、具材がパン生地に染み込むのを防ぐ製法を取り入れ、具材の味を引き立てるために、パンの味付けを控えています。なお、ピーナッツはランチパックシリーズの中で、一番売れています。